シュトルクリは、クロアチアの伝統的な料理であり、フルバツコザゴリエ地方やザグレブでは、家庭料理として最も出され、大変人気が高い料理である。この独特の料理は、フルバツコザゴリエ地方のみに見られる特産品であり、スロベニア料理の伝統料理とは別に、シュトルクリの一種の地域的な料理である。シュトルクリには二つのタイプがあり、一つは、クハニシュトルクリと呼ばれる。 茹でたシュトゥルクリであり、もう一つはペチェニシュトゥルクリと呼ばれる、焼いたシュトゥルクリであり、二つをまとめて単にシュトゥルクリと呼ばれる。また、ザグレブ風ラザニアと呼ばれることもある。茹でるものも焼くものも準備は同じである。ペーストリーをローラーで平らにしてとても細くし、テーブルの表面を覆うようにかぶせる。カッテージチーズに卵、サワークリーム、塩を混ぜたものを、 ペーストリーの全面にわたって薄く塗る。そしてペーストリーの両側を2つロール状に縦に巻き付け、最後に10から20センチメートルの長さに切る。ペチェニシュトルクリではペーストリーは細かく切られて天板に乗せられ、クロテットクリームをたっぷり塗って表面がほんの少し茶色になるまでおよそ45分焼く。クハニシュトルクリでは水を沸騰させて、 ペーストリーの切れ端はポットの中に入れられる。玉ねぎとパセリをほんの少し茶色になるまで別々に焼き、クハニシュトゥルクリの中に注ぐ。このシュトゥルクリはおよそ20分くらいで完成する。ペチェニシュトゥルクリとセルビアの伝統料理、キバニッツァは形状こそ両者は似ているものの、特に味や歯応えという点で異なったものである。2007年9月25日に、 ザグレブの無形文解散として登録された。ありがとうございます。